東川町は北海道上川総合振興局にある町。北海道のほぼ中央に位置しており、東川町の中心部から旭川市の中心部までは約 13km、旭川空港までは約 7km のアクセスになっている。大雪山の雪解け水が長い年月を経て地下水となって麓の町まで運ばれてきているため、 東川町は北海道唯一で全国的にも珍しい上水道がない町になっている。また東川町は世界的にも類のない写真の町宣言、写真文化史と宣言をしており、写真を通じた町づくりを積極的に推進している。近年、移住者などの人口増加によりカフェや雑貨店などが増え、若い世代が観光で訪れるようになっている。 東川町は、東は、北鎮岳で、上川町との境界をへがて、南は、中別川で、美英町と東神楽町、西と北は、北牛山沿いで、旭川市と接している。町の面積の約70%を森林で構成している。東部は、日本国内最大の山岳公園である、大雪山国立公園の区域であり、北海道最高峰の、 朝日岳を有する優れた自然環境は観光資源として高い評価を得ている。南西部には中別川と倉沼川によって形成された洗浄地が広がっている。また、東部地域には東川町、美英町、東神楽町の山頂にまたがる多目的ダム、中別ダムがある。平坦部は水田地帯、東部の山麓は畑地帯であり、土壌は大部分が 中石土壌になっており、表層に粒手を含む、ハニ土壌は農地に適している。大雪山国立公園の麓は、上川盆地になっているため、夏は暑く冬は、寒い大陸性気候であり、寒暖の差が激しいことが特徴である。風は、あまり強くないが、ハエが多い地形になっている。年間平均気温は、摂氏6.1度ほどであり、月別の平均気温が、 摂氏15度以上になるのは6月から9月までの間になっている。年間降水量は平均値908ミ、mm、リメートルほどであり、比較的湿度が低い。平均の初雪は10月中旬頃であり、冬期間の降雪量は6.1メートルほど、積雪芯の平年値は1メートル以下である。 東川町では1954年から1973年までの間のいわゆる高度経済成長期に人口が札幌市や首都圏などの都市部へ流出し人口が大きく減少したその後は緩やかな減少を続けていたが1995年から大規模な宅地造成が始まり旭川市や旭川空港へのアクセスの良さなどから増加に転じた 2014年には42年ぶりに人口が8000人を超えている。今後は再び緩やかな減少を続けると推計している。2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。姉妹都市文化交流定型都市東川町は2006年から町内で生まれてくる子どもたちに手作りの椅子をプレゼントする。 君の椅子プロジェクトを行っており、毎年選定するデザインを町内の工房で制作しているほか、写真の街、東川町として人生における様々な節目や日々の様子を写真に残すことを奨励し、町からお祝いの意味を込めて、プロのカメラマンが記念写真を無料で撮影し、地元で制作したオリジナルの額縁に入れてプレゼントする写真の街。 記念写真プレゼント事業を実施している。東川株主制度は、東川町ならではのプロジェクトに投資することによって、町づくりに参加できる制度であり、株主は町内の公共施設の優待利用や投資株数に応じた株主優待などがあるほか、ふるさと納税として税法上の控除を受けることもできる。東川町では特徴ある女性支援制度を設けており、 下記は、その一部を記載している。国の機関スポーツ施設、警察電力消防専修学校日本語、学校高等学校中学校、小学校特別支援学校幼稚園、保育園北海道内随一の米どころであり、冷涼な気候、大雪山の清流、肥沃な土壌を活かして、米だけではなく、高原野菜や花などの農産品も生産している。商業は、 地域団体商標に登録している東川米や大雪朝日岳原水を使用した商品を販売している。2012年には有水大雪朝日岳原水を有効活用するため、東川町も一部出資した大雪水資源保全センターが設立し、売り上げの一部を東川町へ寄付することによって町が行う自然保護と水資源の保全に役立てている。 木工業が盛んで多くの家具職人が集まっており、旭川家具の約30%は東川町で生産している。近年、大雪山の清流を生かした醸造業誘致に取り組み、2020年秋に3000、桜酒造が岐阜県から酒蔵を移転した。大雪山国立公園入り口の観光の町であり、北海道最高峰の旭岳や北海道一の落差がある。 羽衣の滝を有しているほか、旭日岳温泉や、天神郷温泉などの温泉地もある。組合商業施設金融機関郵便局、集配業務朝日川東郵便局が、担当宅配便道の駅東川、道草間朝日川空港は、東川町中心部から車で約13分に位置している。町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、 JR 北海道函館本線、宗谷本線。廃止路線かつては旭川電気軌道による鉄道路線が通っていた。東川町はシーニックバイウェイ、大雪、フラノルートのエリアになっている。国指定同士定町指定前所を活用して東川町が開発した米館、星の夢があり、ショート館サイズの館に厳選した東川さん。 星の夢150グラムが入っている。東川新興校舎がオンラインショップ、山直東川、本舗を開設している。また、気候業が盛んであり、旭川家具を生産しているほか、豊かな自然や落ち着いた環境を求めて、写真、陶芸などの芸術家が町内で活動している。二0二0年からは、町の醸造所プロジェクトに公募した三桜酒造の進出により、 日本酒、三千桜の醸造が始まった。映画テレビドラマ書籍出身人物ゆかりのある人物、東川町町民検証私たちは、大雪山陸の清流が、美殿に続く東川の町民であることに誇りを持ち、この検証を掲げて、住みよい郷土を作ることに責任を感じ、共に、その実行に努めましょう。昭和十九年八月十二日制定宣言行政官校。 ありがとうございます。